今市民が万人が言論を用いて発信し人に伝えることが本当に可能になった、そういう時代、そういう自由、これが憲法に保障されているわけですね。その危機ではないかと、はい、それがまたですね、迷惑防止条例という一見ね非常にこうなんというかテンションの下がるような条例なんですよ。警視庁が言うとですね、まあ、ここに書いてある通り、その付きまとい規制というもの2002年の頃からあったんですけれども、今それから十数年間経って、スマートフォンが普及したことによってですね、うんうん、SNS の利用者が増加したと、うんうん、いつでもどこでも付きまといされる可能性があるんだと、新しい付きまとい集団ができちゃったと、というふうに言っていて、あと、まあ、一応もう一つ重大事案に発展する前に対応するんだなどとは言ってますね。で、その正当な理由なくもっぱら特定のものに対する妬み恨みその他の悪意の感情を充足する目的、これもともといずれにしてもこういうふうな目的は必要だったんですけれども、それに加えていくつかこういう類型、つきまといのこういう類型を追加するんだということになっています。なるほど。私どもとしては先ほど言った監視していると告げることという部分が、うん、やはり取材の自由ですとか、そういうものを侵害する可能性が高いと、また名誉を害する事項を告げることというものが先ほど申し上げました通り非常に広い、どんなものでも当たり得るものになっているんです。ですので、憲法21条国民の表現の自由というものを害する、また先ほどおっしゃった通り、うん、国民とあとはそのマスコミが分かれてた時代と違って今国民誰しもが発信できる時代ですから、そういうふうな言論活動を自由に制限できるとするとあまりにその21条に対する規制が大きすぎるのではないかというところについて危機感を抱いたからですね。2002年の6月21日ですね、やはりこの付きまとい規制というものが提案されていて一度全会一致で廃案になっているんですよ。これ見ていただくと禁止事項5条の2というものを付け加えて職場、学校、地域社会等における関係云々、まあ、要するに全部ですね、ほぼ全部、妬み恨みその他悪意の感情を充足する目的で、特定の者およびその家族などに対して、付きまとい面会要求の反復そうやな言動での電話ファックスの反復、周知や困惑を与える告知の反復であれば全部当たるんだという、そういう条例案が出されました。ただ見ていただいて分かる通りこれを制限するものが何もないんですね。なるほどね。非常に今の条例案に比べて、簡単に言うと悪意の感情で何かをやれば全部当たるんだと、いうようなそういう条文構造になっていて、いくら何でもこれはということで全会一致で廃案になったと。ところが今回のですよね、申し訳は正当な理由なくもっぱら特定のものに対する妬み恨みその他の悪意の感情を充足する目的、はい、として、そうなんです。これはここが非常に広いと思うんですよ、うん、妬み恨みその他の悪意の感情なので、妬み恨みが例示という程度のものになって、悪意の感情であれば何でもいいんですね。ですから嫌がらせ感情だろうが何でもいいんです、ね、もしくはそのこんな、変な商品を売りやがってですとか、まあ、今の森友問題でしたら国民のね民主主義の基本になるような、文書を勝手に偽造してと、そうですよね、改ざんしてというような、うん、そういう言葉でもそういう感情でも悪意の感情になり得るということ。これは何ですか、私どもは改ざんしたということに対して怒ってるんですか、あなた怒ってるんですか、怒ってるんだったら警察呼びましょうとか、そうですよね、めちゃくちゃな話ですよね。そうなんです、おっしゃる通りで、何盗っと竹出し消しって話じゃないですか、曖昧な言い換えれば内心の感情で犯罪の正義が分かれるというのは特にも、そうですね、これ重大な問題ですね、はいはい、要するに同じ行動をしても思っていたことの差によって、処罰されるかどうかが決まってしまう、うん、ということなんですね、うんうん、例えばですけれども、そうですね、具体例で挙げると典型的な
例えば安倍首相に対する批判が当たるかどうかで考えてみましょうか。安倍首相に対して嘘つきというふうに叫ぶことですね、何度か。これが安倍首相に対してもうあの人はもう本当に個人的に大嫌いだと。いう気持ちでやればそれは当たるわけです。しかし一方で、やはり民主主義としておかしいだろうと、嘘をついちゃいけないだろうというたしなみのつもりでやったら捕まらないんですよ。おかしいですね。どこからどこまでかという、感情的な表現を使ってるかどうかとか、そういうことになるんでしょうか。感情的な表現かどうかというものは一切関係上不上ないです。ないですか？ないんでボす。ケ使ったらアウトとかそういうのはないんないんです。これは大変ですよね。はい。法律超えちゃいますよね。まさか、ただこういうものを警察がここでは書いてますけれども、行為者、先ほど名誉を害する事故を告げることの具体例ですね。ちょっとちっちゃいですが、警察が言うには相談事例として、職場の研修会や会議に参加するために、主催者である相手方の自宅に仕事も不倫もやりたい放題など手紙を送りつけたと言うんですけれども、これ SNS でもいいですよ。それを何度か送ってくると、それだけで被害届を出さなくても警察が勝手に動くと、そんなことはありえるのかなと思いあまりす得るかね。なと思いますよ。そんなことよりも警察は、こうした相談があったものに対して適切に動いて、適切にやるべき、捜査や処罰とかを、そっちの方が先でしょう。